花ひげウツボライノムリーナキジタは、うなぎ目ウツボ科に分類される魚類。本種のみで、花ひげウツボ属ライノムリーナを構成する。ウツボ類の中でも特に鮮やかな体色と鼻先の肉質特起が特徴である。インド洋から西太平洋の熱帯海域に広く分布し、日本では南西諸島に分布する。幼魚。体色は黒色と黄色。以前は、 制御とは別種だと思われていた。メス。体色はほぼ黄色となるが、対交部に青い部分が残る。最大で全長130センチメートルに達する。体は前後に細長い円筒形だが、他のウツボ類よりも比較的細長い体型をしている。片側に2つある尾光のうち、前の尾光が感情に伸び、さらに管の先端が花びら状に開く。 花ひれうつぼの和名はここに由来する。また、この他にも上下の顎に細い肉質突起があり、ひげのように見える。体色が成長とともに変化することと、優性戦塾の性転換を行うことが知られている。幼魚や未成熟魚では体色は黒色であるが、生魚になると体色が鮮やかな青色に変化し、鼻先から背びれが黄色になる。この時まではオスであるが、 さらに成長するとメスとなり、体の大部分が黄色となる。ただしメスの観察例は少ない。また、腎臓と生殖層が肛門より後方にあるが、これは他の脊椎動物には見られない特徴である。海面から水深50メートルほどまでの旋回の珊瑚礁や岩礁に生息する。砂底に掘った穴か岩の隙間を巣にしており、顔だけを出して巣に潜り込む。 通常は単独で生活するが、同じ巣穴に2匹から3匹が同居することもある。食性は肉食性で、主に小魚を捕食する。餌を捕食する際や敵を威嚇する際には、巣穴から半身を乗り出すが、全身を出した状態が観察されることは、ほとんどない。しかしながら、熟練ダイバーは、巣穴から出て、他の巣穴に移動するときの全身の姿を時々、観察している。 人には危害を加えない。インドネシアなどで観賞魚として漁獲されているが、分布域が広いことから、IUCN は保全状況を軽度懸念としている。ウツボ類の中では比較的おとなしいことと、体色が鮮やかなこともあり、スキューバダイビングなどでは観察や撮影の対象として人気がある。水族館でもよく飼育される。ABCIUCN、ハット ABC。 フロス、ライナーポリー、ダニエル、エズ、ライノムリーナキジタインフィッシュベス、エイプリル2006バージョン。ありがとうございます。